どうも、じさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも、じさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ウィングガンダムゼロの起動さんですね。ちょっと戦友さんが誘ってくれたんで、一緒に出撃してみようという感じですね。戦友出撃だからホストになるかなと思ってたら、そういうわけじゃないみたいですね。4番、5番になっちゃってますね。なんか変わったのかな、仕様が。はい、よいしょ、あっち行っちゃったよ。アプサラス取りたいですね。レベル2弱いんでね。敵にはね、バスターがいたんでね、バスターを長距離から引っ掛けたいですね。あなた、後ろ木、さーて味方が強いかな。当たっちゃった、しょうもないの。いい、よいしょ、3番さん、外した、頼む3番。じゃあ全然助かんなかった、はい、よいしょ、よいしょ、オッケー、よいしょ、死にそう死にそう、怖い怖い、逃げましょう。よいしょー、遠いか。あれ、すごい、あっち飛んでくな。当たった。500近く出たな。強えな、やっぱ。機動さんは攻撃力がすごいですね。素晴らしい能力だと思います。さあ、まあ、19しかヒットポイントないんでね、どっかで死んじゃうかなっていう感じしますけど。さあ、やれるだけやりましょうか。あ、死んでた。はい、なんで機動さん乗ってんのっていう感じですけどもね、特に理由はないですね。まあ500回乗って称号もらえたらいいなって感じで乗ってるだけなんでね。合間あったらウィングガンダムゼロによく乗ってますね、最近は。まあ今ね、ケンプファーとアレックスかな、アレックスのチョバムアーマーのイベントやってるんですけどもね、なんかどうも、出にくいという噂がね立ってますね。実様もね結構出撃はしてるんですけども、どっちも4枚4枚ぐらいで、まだあんまり、よいしょと、減るなーっていう感じですね。これは何だろう、ガンダム、アレックスか。マシンガン、よし、マシンガン、何やったっけ、わかんないはい、でね、まあ話変わりますけどもね、まあ実様の、お嫁さんですね、がですね、モンスターハンターの実況したんですけどもね、見てくださった方々ありがとうございました。ですね、23日からね、ベータ版もう一回できるようになったみたいなんでね、ぜひともね、前回できなかったって人がね、やってみてはいかがでしょうか。はい、次はね、プレイステーションプラスに加入しなくてもプレイできるということらしいんでね、非常にやる人多いと思いますけど、やっちゃったなんでね、ぜひともね、よいしょ、ラッキー、狙われてる、よいしょ、ブーストね、ほい、はい、ブーストもね効率いいんでね、ほい、おお、一発が強いですね、頼もしい。よし、はい、ということでね、スムーズに勝てましたね。第3落とせたのが大きかったですね。拠点半分ぐらい削られましたけども。はい、ということで、ウィングゼロでしたね。ケンプファーちょっと動き見てみたんですけど、まだ持ってないですけどもね、動作見ただけなんですけども、かなりキビキビ動いて楽しそうな機体でしたね。ぜひゲットした人はね、今のうちにね、ランクマッチ始まるまでにね、楽しんでおくといいと思います。はい。成績どうかな、一回死んじゃったね。ああ、まあまあ
良かったんじゃないでしょうかね。はい。うん。まあ仕事したかなという感じですね。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。